マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、引き続き手洗い、うがい、換気、マスクの着用など新しい生活様式を実践しましょう。また予定していたイベントを中止または延期する場合があります。最新情報は市ホームページでご確認ください。それでは初めに写真や動画でニュースをお送りするフラッシュニュースのコーナーです。今回は11月5日土曜日に開催した第91回土浦全国花火競技大会の模様をお送りします。土浦全国花火競技大会は全国の煙火業者が技術を競い合う質・規模ともに日本で最高峰を誇る大会です。新型コロナウイルス感染症対策を講じ3年ぶりに開催されました。全国から55の煙火業者が参加し約2万発の花火が打ち上げられました。スターマインの部、10号玉の部、創造花火の部の3つの部門で競技が行われ、その中から総合的に優れた煙火業者に内閣総理大臣賞が贈られます。今回は茨城県の野村花火工業が受賞しました。野村花火工業はスターマインの部でも優勝しました。10号玉の部では茨城県の山崎煙火製造所の花火が優勝しました。創造花火の部では東京都の細谷エンタープライズの花火が優勝しました。最後は大会提供ワイドスターマイン土浦花火づくしの模様をお送りします。土浦市独自の自治体マイナポイント土浦子育て支援ポイント、年末年始のゴミ収集と資料汲み取り、霞ヶ浦マラソンボランティア川柳募集のお知らせです。はじめに土浦市独自の自治体マイナポイント土浦子育て支援ポイントについてお知らせします。コロナ禍において物価高騰の影響を受けている子ども・子育て世代を支援するため、土浦市独自の自治体マイナポイント土浦子育て支援ポイントを付与します。申し込み期間は令和5年2月中旬までで、付与するポイントは1人につき1万ポイントです。ご覧のすべての条件に該当する方が対象です。申し込みには対象者のマイナンバーカード、ポイントを付与するキャッシュレス決済ができるカードまたはアプリなどが必要です。マイナポイントアプリからお申し込みいただくか、窓口で直接お申し込みください。なお、お申し込み後ポイントの付与にかかる日数はキャッシュレス決済事業者により異なります。詳しくは行革デジタル推進課マイナポイント予約申し込み支援ブースまでお問い合わせください。マイナンバーカードの発行申請についてお知らせします。発行には申請から6週間程度かかりますので、発行申請はお早めにお願いします。申請の受付はご覧の通り行います。なお、市民課土曜日マイナンバーカード業務臨時窓口はマイナポイント関係の業務は行いません。開設日時などはホームページをご覧ください。またマイナンバーカードを窓口で受け取る場合は
必要書類を持って本人が来庁する必要があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。続いて年末年始のゴミ収集と資料汲み取りについてお知らせします。年末年始のゴミの収集日と資料汲み取りの日程は通常と異なる場合がございますのでご注意ください。はじめに土浦地区についてお知らせします。燃やせるゴミと生ゴミおよび燃やせないゴミ、容器包装プラスチックの収集はご覧の通りです。缶、瓶、古布、乾電池、ペットボトルの資源になるものの収集はご覧の通りです。新聞紙、雑紙、段ボールなどの紙類の収集はご覧の通りです。なお、色のついた火曜日コースの収集日は通常の1週間遅れとなりますのでご注意ください。土浦地区の資料汲み取りはお住まいの地域により収集業者が決まっています。収集業者が不明の場合はホームページでご確認ください。12月16日金曜日までにご覧の連絡先に電話でお申し込みください。年末の最終収集日は12月23日金曜日まで、年始の収集開始日は1月4日水曜日からです。次に新張地区についてお知らせします。燃やせるゴミと生ゴミおよび燃やせないゴミの収集はご覧の通りです。容器包装プラスチックの収集と資源になるものの収集はご覧の通りです。資源になるものについては収集するものによって日程が異なりますのでご注意ください。缶の収集はご覧の通りです。資料汲み取りは12月20日火曜日までにご覧の連絡先に電話でお申し込みください。年末の最終収集日は12月27日火曜日まで、年始の収集開始日は1月6日金曜日からです。次に市内共通のお知らせです。年末の清掃センターへ持ち込みと粗大ごみの個別有料収集はご覧の通りです。早めの搬入お申し込みをお願いします。年末年始のゴミの収集日と資料汲み取りの日程が通常と異なる場合がございますのでご注意ください。土浦市では各町内ごとにゴミ収集日をまとめた家庭ゴミ収集カレンダーを配布とホームページに掲載しています。なお令和5年度のカレンダーは令和5年3月上旬に発行する予定です。詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。最後は霞ヶ浦マラソンのボランティアおよび応援川柳の募集についてお知らせします。はじめにボランティアの募集についてお知らせします。コースキャスト、キロ表示ボランティア、伴走ボランティア、救護ボランティアを募集します。ボランティアの活動内容、定員、申し込み方法、募集期限はご覧の通りです。次に応援川柳の募集についてお知らせします。応募要件は茨城弁を使用した川柳で、出場ランナーに向けた応援や大会への意気込みを盛り込んだもの、霞ヶ浦周辺の景観、特産品に関するものです。大会ホームページまたはツイッターでご覧の通り12月16日金曜日から1月27日金曜日までにご応募ください。なお作品の著作権はすべて霞ヶ浦マラソン大会事務局に帰属します。作品は大会当日にフルマラソンのコース沿道に掲示するほか、ホームページ、広報誌、ラジオなどで発表します。詳しくは霞ヶ浦マラソン大会事務局までお問い合わせください。続いてはウォッチング土浦です。今回は土浦市環境展、土浦市消費生活展2022グリーンフェスタ土浦の模様をお送りします。
10月15日土曜日、霞ヶ浦文化体育会館などを会場に3つのイベントが同時に開催されました。消費者の皆様が日々安心して暮らせるよう発信をとして実施するものでございます。土浦市環境展では体験コーナーのロボットで遊ぼうや子どもたちが楽しめるブースが設置されたほか、市内の小中学生が描いた環境ポスター作品の展示や児童博物館による資料の展示が行われました。消費生活展2022では参加団体のパネル展示やさまざまな啓発活動が行われました。今回のですね、環境展は今までコロナのですね、影響などによりまして中止をしておりましたけれども、4年ぶりの開催であります。子どもさんが参加していただくブースといたしましては、手形を発泡スチロールに押して記念として残すとか、あるいはエコキャンドル作り、そういうことをやっております。また、環境推進協議会のイベントとして、今まで開催しましたゲンジボタルの鑑賞会、そういうものをですね、写真とともに展示をして皆様に身近な環境づくりということで紹介をしております。今後はですね、やはり土浦を住みやすい街にしていくということで、分かりやすい環境問題から少し高度な環境問題まで、啓蒙をですね、いかにうまくして皆さんに理解していただくかということを考えながら、環境推進部と土浦と一体になりまして、進めていきたいと思っております。グリーンフェスタ土浦では、ミニバラやガーデンシクラメンの花鉢が無料で配布されました。また体験コーナーや手作り教室などが行われました。マイシティ土浦、いかがでしたか？これからも市民の皆さんに役立つ情報を盛りだくさんでお送りします。次回は12月15日が更新日となりますので、ぜひご覧ください。今回は学生アナウンサー坂口がお送りしました。